この前素晴らしい話を聞いて、あるところにね野球が大好きな少年がいたんですって。その少年はもう中学校の時からもうずっとこう野球が大好きで、将来の夢はプロ野球選手になることだと。で、なんならもうプロ野球選手になってメジャーリーガーになって大活躍したいんだっつって、ある時にですね、その夕ご飯のね、家族で夕ご飯食べてる時についついその少年はチームメイトのちょっとこう悪口を言っちゃったんですって。「ねえねえお父さん聞いてよ」って「ね、うちのさチームメイトの誰やらがさあいつ全然練習しなくてもうミスばっかするんだよ」って、もう僕腹立ってしょうがないんだよねっていうことを言ってたらね、こうお父さんがカツンって箸を置いて「いいかお前な」って、本当に立派な野球選手になりたいんだったら友達の悪口を言うとかそんな汚い真似はするなと。ね、本当に素晴らしい野球選手になりたいんだったらもう二度と人の悪口なんか言わないってお父さんと今ここで約束しなさいって言われたんですって。で、その少年は「はい、わかりました」って言って、その日から本当に悪口を言わなくなったんだと。そして、一生懸命野球を頑張って、そのお父さんに二度と悪口を言うなよと言われた日から24年後、彼はある場所に立っていた。それはニューヨークの満員のニューヨークヤンキースタジアムの左バッターボックスに立ってですね、そしてワールドシリーズといって、そのね世界一を決める級のその決勝戦のまさに左バッターボックスに立って、そして伝説ともいえるホームランを打ってですね、そのワールドシリーズでもう打点取りまくりホームラン打ちまくり、日本人で初めてアメリカのメジャーリーグベースボールでワールドシリーズで MVP を取った松井秀喜選手のエピソードだっていうんですね。もう私びっくりして、このエピソードを聞いた時、確かに松井選手ってこうね、すごくこう有名なスーパーヒーローなんですけど、すごくこう腰が低くて物腰柔らかいというか、話し方もね優しくて丁寧でっていうのは、ずっと思ってたんですけど、実は中学校の時にそんなエピソードがあったと。中学校の時にお父さんと約束したあの日から一言の悪口も言わなくなったんだと言って、インタビュアーがですね、さすがにびっくりして松井さんにこう聞いたことがあるそうなんです。松井さんって本当に中学校の時から悪口一言も言ってないんですか？そしたら「はい、言ってません」「いやでも悪口言いたいこといっぱいあったんじゃないですか」って、例えば、ね、その自分の、バッティングフォームがうんぬんとか、あるいは自分のことじゃなくて、ね、その自分のチームのこと、ね、その巨人のことを言われたり、あるいは松井さんのその恩師である長嶋茂雄さんのね、その教育方針はダメだみたいな批判もたくさんあったと思うんですけど、そういうことを言われてた時に松井さんは「悪口言いたくなったこととかないんですか？」って聞いたら、松井さんはにっこり笑って「はい、いっぱいありますよ」って言ったんですって。もうそれを聞いた時、本当に本物だなと。ね、その当然人間ですから悪口を言いたい時、腹が立つ時もいっぱいあったと思うんですけど、それでもなお自分は本当に立派な野球選手になりたい、本当に立派な人間でありたいという、そのお父さんとの約束をただただ守って、ひたすらにその野球に邁進してきた。つまりその松井さんは超一流選手であると同時に超一流の人間であり、やっぱり本物の人間なんだなっていうことを改めてその思いましたし、ね、私もその言葉の持つ大切さとかね、そのできるだけマイナスの言葉とか言わないようにして、そのプラスの言葉を使っていこうとか、誰かの悪口を言うよりは本当にこう誰かのいいことを陰褒めしたりとかね、本当にその陰で褒めてみたいなことをたくさんやると、なんかこう不思議と人生っていいことがたくさん起こりますよねっていうことをいろんなところでお話もしてたんですけど、やっぱりね松井秀喜さんというもうまさに超一流の本物の方がね、それをなんかこう確証を与えてくれたような気がして、ね、これからもだから私やっぱり松井さんも言うように本当にいい言葉をたくさん使い続ける。やっぱり言葉にはエネルギーがあって、不思議ななんかね、マイナスの言葉ではなくいい言葉を使うって本当に大切ですよねって、これからもなんかね伝え続けていこうかなと思いますし、これからも松井秀喜さんをね、元野球選手ですけども、なんか一人間としてもこれからもね、なんかずっと応援していきたいなって思いました。